まあ、ここで、あとは、振り上げ方なんですけど、とにかく、そのまま上げましょう。もうね、構えた状態のまま、こう、外側とか、切らずにまっすぐですね。はい。はい。まあ、でも、今はすごい綺麗ですね。あ、いいです。バッチリですね。はい。うん、うん、うん。ただ、これ、座ってやってる時に、で、あ、はい。あの、ここが足に当たります、はい。それはですね、若干、やっぱパッドが低い可能性はあります。あ、そうなんですね。もともとノブさんさっき低いって言ってたじゃないですか。はい。で、それがまあ自然で、まあいいとは思うんですけど、こういうまあ、叩き方をする場面もあるんですよね。その時やっぱ当たるってなると、もうちょっと上げた方がいいと思います。なるほど。スネアの位置を。うん。はい。まあね、これ、すべてが全部そうってわけじゃないけど、まあもちろんね、足を、ドラムに座るともうちょっと足開くじゃないですか。あ、そうですね。それで当たんなければ基本的には OK です。ツインペダル踏みまくってる時に結構当たったりします。左足が上がってくる時に、こっちが。そうですよね。はい。うん、だとやっぱりちょっと、スネア自体を上げた方がいいかもしれないですね。はい。ちょっと上げました。あ、いいと思います。うん、うん。はい。その状態で、こう、リバウンドさせてあげるって。あ、今当たんないですね。OK です。はい。素晴らしい。当たんないところを基準にしていただくっていうのがいいかもしれないですね。ノブさん。はい。最初は、できるだけ、この基準の位置、絶対に動かさないぞって意思でやってあげてください。はい。で、結構こう、叩いてると、手が基準の位置にあって、はい。振り上げて下ろしてくるときになんかこう、ふにゃふにゃふにゃって、ふわふわふわってなっちゃう人とか多いんですよ。こうやって。常に、ここが基準なので。はい。ここから上げて、下ろして、手の位置もここだし、リバウンド、まあ今ちょっとあえてリバウンドこう、そのままにしたんですけど、まあ、この状態です。トン。あ、そういうことっすね。そうです。もう、動かさない。もうここに戻すと。そう。もう、絶対にここから動かさないぐらいの感じです。なるほど。はい。うん、うん、うん、うん。はい、ですね。で、はい。極端に言うと、止めた位置。はい。もう、スティックが構えた状態と、はい。そのまま同じ状態に戻る。こうやって。まあ、リバウンドさせて戻すと、こう上がっちゃう人がいるんですよ、結構。そうですね。こうやって。はい。じゃなくて、構えた位置に戻してあげる。最初は、やっぱリバウンドを、生かす叩き方をしてもらいたいので、二分音符を徹底的に演奏してもらいます。しんど。ただ、圧倒的にフォームが綺麗になるっていうのと、はい。その先、ダブルストロークを叩くときに、はい。この、二分音符の叩き方っていうのが、かなり生きてくるんですよ。ちなみに、ノブさんに、ダブルストロークやってもらっていいですか？普通に。普通に。はい、OK です。ありがとうございます。さすがですね。素晴らしいです。綺麗です。本当ですか？はい。これちなみに、フロアタムとかって。いやー、フロアリバウンドないと辛いですね。ですよね。はい。やっぱこう、リバウンドに頼りすぎるダブルストロークだと、どうしてもこう、フロアタムとかに行った時に音量が小さくなっちゃったり、粒立ちが悪くなったりするんですけど、しっかり戻すタイミング、そこが体の中で理解できて、いて、このリストを使う感覚がつかめると、フロアタムとかでも爆音で鳴らせるようになります。あー、マジっすか。はい、全然できないっす、今。この動かし方の一歩目が二分音符の叩き方ですね。
が基準になってきます。はい。ちょっとじゃあ一緒にやってみましょう。で、まず、1、2、3、4で右上げて、で、1で落とします。で、落とした時に、スティックがそうなる状態。はい。で、2の時。今、4であげて、1で下ろして、2の瞬間に、スティックを戻します。はい。と同時に左を上げます。はい。で、3。で、今度4は、こっちを戻すと同時に左を上げ、あ、右を上げる。4。4。1。2。3。7。そう。はい。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。そう。はい。この動き、10年ドラムやってるって人でも、できないっていう人、意外といるんですよ。いやーこれマジで独学でやってたらマジで分からんすねこれ。ですよね。はい。どれだけこうドラム叩いてても結局皆さんほとんど打点の意識、叩くことにしか意識がいってないんですけど。はい。これしっかり予備動作を考えた動きになってるんですね。上げて、はい、リバウンド取ってからまた戻して上げるっていう四分音符単位でこう体が動いてるんですね。ワンツースリーフォーワン。2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、みたいな感じで。で、こうやって、指動作を体の中にめちゃくちゃ染み込ませるんですよ。そうすると、なんか、わーとかなったりしないんですよ。バーン、しっかり、ワン、ツー、スリー、フォー、バーンでいけるんですよ。なるほど。やっぱ一緒に演奏してる人たちも安心してタイミングが測れると、うん、まあ僕とかは演奏するぞって時はもうこうです。演奏しないぞって時も基本こうやって肘はもういつでもいけるよって状態に上げとくんです、うん、あでここから、はい、せーのじゃんです、はい、だからここが基準だっていう感覚、この肘の位置が基準だって感覚分かったら、はい、こうはなんないんですよ。基準の位置が分かってないからじゃーんってやっちゃうんですよ。だからカウントするときとかも、まあもちろんこう、あえて高く、皆さんに見えるようにする場合もあるし、うんうん、普通に音だけだったらもうここだけで、ワン、ツー、スリー、フォー、じゃーん。うんうん。みたいな感じで。そうすると、しっかりこう、せーの、じゃんっていうこの予備動作も含めて、うん、音楽の一部になってくるんですよ。なるほど。と、お客さんたちも、あ、来るんだなっていう。うんうんうん。よっしゃっていう、こう、気持ちで見れる。なんか見てる方も不安じゃないですか、これ。そうですね。ああ、なので、実は、プロとかって、そういうところを自然にやってる人たちなんですよね。だから、お客さんとかでも見慣れてる、プロとかをしっかり見てる人たちからしたら、そう来ないのがおかしいって思っちゃうんですよ。だから、いくらなんか演奏が上手くても、なんか、よくカウントが一番大切だ、みたいなお話とかもあるじゃないですか。それってこういうことなんですよね。うん、なるほど。もうカウントから音楽が始まって、うん、バンっていう、こう。うん、うん。まあ、その予備動作っていうのが、この二分音符に全て含まれてる。はい。はい。上げるときも、こう、スティックをリリースするときも、一つの、こう、リズムの中でやってあげる。はい。ポン、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 ポン。一つだけ注意してほしいのが、結構、こうやって返しちゃう人がいるんですよ。なんか今はそうしようという意識働きまくってます。まあなんか返さなきゃみたいな気持ちがありつつやってるっていうか。ああ。まあでも見てる限りは、はい。ただ下ろしてるだけに見える。今、そうですね。今返しましたね。はい。今は普通に下ろしました。はい。ああ、まあ、うん、はい。若干左が、そうですね。いたずらしてますね。はい。基本的には、さっきと同じように、こう、基準の位置にただ上げて下ろすだけなんですよ。だから、手首の位置も、はい。こうじゃないんですよ。構えてる時の手首と一緒で、はい。指だけをこう返してあげる。この、振り上げる時って、はい。こうなりますよね。ここって。
はいはいはい。ああ、そうですね。はい。ここはこうなんですよね。振り上げるときの話もちょっとしましょうか。はい。